サマリンダは、インドネシアのボルネオ島の東カリマンタン州の州都、ボルネオ島で最大の都市である、マハカム川の岸辺に位置する。人口84万2691人、面積718平方キロメートル。1666年、スピールマン帝督率いるオランダ軍が、ゴワ王国のマカッサルを攻撃しゴワ戦争が始まった。同時に、 オランダ同盟国のアルンパラカは地上から侵攻した。1667年11月19日、ゴワ王国は降伏し、ハッサヌディン王はボンガジャ条約を締結した。条約締結後もブギス族はゲリラ戦を続けた。1668年1月21日、この日ブギス族の一部が近くのカリマンタン島に初めて移住した。この日は、 死の記念日になっている。プワード一世が率いる約3000人は東カリマンタンのクタイ王国に移住し、現地の王に歓迎された。クタイ王は移民にカランムムス川周辺のプンメランタイを与え、移民はそこで農業や漁業を行った。大価としてブギス族はクタイ王国の防衛を手伝うことを誓った。1942年、サマリンダは 少量の石油が取れるだけの小さな町だった。オランダ軍を排除した日本軍が占拠した。1955年、首都座大陸が設置された。1961年、首都座大陸から京区に昇格した。1987年、マハカム橋が完成。1995年から2001年にかけて、マハカム川に全長710メートルの区体。 カルタヌガラ橋が建設された。2003年、教区から大四教区に昇格した。2011年11月26日、区体カルタヌガラ橋が崩落し、死者20人、行方不明者19人、重軽傷者約40人を出した。サマーリンダという名称は、ブギス族の家の建て方に由来している。サマーリンダでは各自で家を建てていたが、すべて同じ高さだった。 これはすべての住民は平等で見下すことがないという重要な社会的象徴だった。彼らは集落に同じ高さという意味のサマレンダと名付けた。何百年もの時が経ち、いつしかそれがサマリンダに変わっていった。テミンドゥン空港がある。この空港はカルトム航空のハブ空港で2013年には12.6万人の乗客と241トンの貨物が ここを通過した。三つの航空会社が就航している。サマリンダ市民の多くがインドネシア人を祖先に持つ。アメリカ人やカナダ人、日本人や韓国人もこの街で働いている。2014年時点で平均寿命は73.6歳だった。宗教はイスラム教徒が多数派で79.2%を占めるが、キリスト教徒も10.2%存在する。 プロテスタントとカトリックの人口比は13 0である。仏教徒やヒンドゥー教徒の集団も存在する。ありがとうございます。